こんにちは、柴田です。最近ですね、アコースティックギターをいい音で撮りたいなというふうに思っておりまして、アコギといえばですね、コンデンサーマイクのイメージないですか？ YouTube とか見ていても、アコギの前にですね、コンデンサーマイク、これですね、これをこう立ててアコギを弾いている姿、結構絵になりますよね。やっぱアコギといえばコンデンサーなのかなというところでですね、今回ファイファインのコンデンサーマイクを試してみたいと思います。普段はですね、僕これで撮ってたんですよ。シュアの SM57、 これはね、ギタリスト御用達の超有名ダイナミックマイクです。もちろんこれでもいい音で撮れるんですけれども、コンデンサーマイクの魅力というものをですね、僕も味わいたくて、今回このファイファインのT669、 こちらを試してみたいと思います。これね、いろんなものがなんか付属されておりまして、こういった風よけですね。そしてこれなんかよく見ますよね、これでこうやってこう吊るしてるような感じの。そしてテーブルに固定できるこちらのスタンド、そして歌用にこれもついております。まあレビュー撮るときとかもいいですね、これね。では早速試していきたいと思います。感じになりました。いかがでしたでしょうか。もうね、音を拾う感度が断然コンデンサーの方が繊細ですよね。エレキギターだったりドラムだったりとか、出力が大きい楽器はダイナミックの57でめちゃめちゃいい音が取れるんですけれども、やっぱりね、アコースティックギターに関してはコンデンサーマイクの方がいいんじゃないかなという風な感じですね。まあ、出力が小さいといえばやっぱり声もそうなんですけれども、実際に声を取ってみた感じ、ダイナミックマイクよりもコンデンサーの方がしっかりと拾ってくれるので、話もしやすいですよね。ダイナミックマイクはね、こう近づかないとなかなか音を拾ってくれないんですよ。で、しかも近づきすぎるので、ちょっとね、ブレスとかが入り込んでしまうんですけれども、コンデンサーだとね、結構離した位置でマイクを使えるので、非常に便利でした。今回使ったこのファイファイン669もですね、そんなに高くないので、ぜひぜひ Amazon チェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。